サングラスをかけているのがジルシモンジルシモンはフランス出身のモータースポーツ技術者。以前はスクーデリア・フェラーリのエンジン開発部門責任者を務めていた。2017年現在は国際自動車連盟の技術部門責任者を務める。フランス・パリ国立高等工業学校で工学を学び、1984年に卒業。その後、4年間ルノーチームに加わり、 研究開発技術者として働いた。1990年より、プジョーに加入し、ルマン24時間レースを中心とした、スポーツカー世界選手権での V10 エンジン開発に加わり、1993年のルマンで、表彰台を独占するなどの成功を収めた。同年には、プジョー監督のジャントッドと共に、会一のスクーデリア・フェラーリへ移籍し、パウロ・マルティネリヒキール、 エンジン部門で V10 エンジン開発を行った。2006年10月、マルティネリがフィアットへ転籍したことに伴い、フェラーリのエンジン開発部門のテクニカルディレクターに就任した。2008年には、チーム内の組織改編により、エンジンエレクトロニクスディレクターの任務を務めたが、2009年10月付で、ルカ・マルモリーニに地位を譲ることが発表された。 2009年12月より、トットが会長を務める国際自動車連盟で環境対応型エンジンのワーキンググループを監督。2014年より、イ一に導入されるパワートレインのレギュレーション作成に携わった。2011年8月には、クレーグ・ポロックが設立した PURE へ加入し、イ一用ターボエンジンの開発責任者となった。シモンは FIA で、 エンジンの機密情報にアクセスできる立場にあったため、競合メーカーからは情報流出に対する懸念が示された。しかし、PURE は資金難により2012年7月に活動停止した。その後、2015年より会一に復帰したホンダエンジンの開発にコンサルタントとして関わっていたが、2017年半ばにホンダを離脱。同年9月に、 FIA と契約し、技術部門責任者となったことが公表された。ありがとうございます。